はい、皆さんこんにちは。お父さんのための野球教室の永田です。今回は少年野球審判講座ということで、元 NPB 審判の山崎夏夫さんとつないでおります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回の質問はですね、打者がファールフライを打ち上げ、捕手が取りに行こうとした場合、打席内にいる打者とぶつかって捕球できない場合はどうなるのでしょうか。打者が捕手を避けられる時間的余裕があるとした場合ですというご質問です。まずね、答えを言いますね。バッターは守備妨害によりアウトです。なるほど。なんでと思うかもしれませんよね、打席の中にいるのに、うん、だけどね、バッターはファールフライを打ち上げたと、この時点で打撃完了したわけですね。ですからもう打者じゃないんですよ、走者なんです。ですからその打席内は安全地帯じゃないわけです。だからすぐ進塁の義務もあります。あるいは例えばファールフライであろうとも、絶対に守備をするね、野手、まあこの場合捕手ですね、を避けなければいけないんです。という義務があるんです。守備優先ですから、打球に対して。ですから打者が捕手を避けられる時間的余裕があるとした場合、あるいはないとしてもあるんです。接触すればアウトです。これしっかり覚えてください。このね、打席内にいてね、打者が安全地帯で救われるというのは送球に対しての妨害ですね。例えばあのインコースに来たと、空振りするなり避けたなりでもいいんですけども、そこから一塁走者が二塁に盗塁した、でキャッチャーが送球する、この場合はですね、故意でなければ打席内にいれば、たとえ邪魔になったとしてもですね、守備妨害にはなりません。逆にですね、例えばエンドランがかかっていたと、飛びついて振りに行ったけど打てなかった、空振りした、で打席を出てしまった、この場合はですね、故意か故意でないか問いません。守備妨害になります。捕手の送球を妨げということでね、ここをねしっかり分けて考えてくださいね。打球に対する妨害と送球に対する妨害は違うんだということです。打球に対する妨害っていうのは、打席内にいてもいなくても関係ありません。さっきも言ったようにね、バッターっていうのは打球を打った瞬間にもう打者じゃないんです。完了したんで、走者なんだということですね。そうですね、そこがこう理解できてるかどうかですよね。打った後も走者なんだっていうところで、そうですね。ただね、この打球に対する妨害でもナッシングの場合があるんですよ。例えばバントしたケースで捕手の前に転がった、当然ね、打者も一塁に行かなければなりませんね、うん、そういう権利があります。で、捕手も守る権利があります。その出会い頭での接触の場合のみナッシングなんです、うん。ただしこれもね、例えば上がった場合はですね、非常に厳しく取りますね。ナッシングにはほとんどしません。なぜなら避ける時間的に余裕あるからですよ。自分が球審をやっててね、打球が上がった、この取りに行った捕手とバッターが接触した、この場合はもう守備妨害だと解釈して結構です。あくまでも転がった打球に対して、バントして転がった打球に対しての接触、そのケースのみがナッシングだというふうに考えてどうしか。転がった打球に対してだけなんですよね。上がった打球に対してはね、避ける時間的余裕ありますから、そこで接触したというか、もう故意と見なされても仕方ありませんね。その辺の判断をすぐね、知ってもらえるかどうかっていうところで、そうですね、気をつけていただきたいと思います。はい、では今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。では本日はこれにて、ゲームセット。